今回は、未来を見たエレンに対する、最終話まで読んだみんなの反応を集めてみました。チャンネル登録・高評価、コメントよろしくお願いします。それではどうぞ。なんだこの終わってるルート。ミカサと結婚できない。サシャ確定し。止まると未来から干渉される?母親が死んだのは俺のせい?実際、もうやだ、何もしねえってできなかったのかな。何もしなかったら滅ぼされるだけルートだから。戦え、戦え。ユミル監督に島が滅ぼされるルートも見せられたんじゃないか。それがミカサと逃げたルートっぽいけど島は全滅しそうだし自分は数年後に死ぬは最後はミカサ一人ぼっち確定なので何か残すには戦え、戦え。なんだい、最近やけに進撃のスレを見るが。ごめんなさいしようねえ。ミカサにひどいことしなきゃダメなの?とりあえずアルミンは殴っとくか。膝入れる必要あった?自分でも、ちょっと何やってるんだろうって思いながら、勢いと流れに任せて、本当、悪かった。エレンってそういうとこあるよね。逃げられたりもっと良い未来を探そうってできるなら本編の通りには行ってない気がする。本編で見たルート以外も見えるのかな、もう全然最悪すぎるパターンとか。ミカサと逃避するルートもあったんだよな。その場合島は滅ぶし自分はすぐ死んでミカサは一人だ。終わってる情報のオンパレードでそりゃこんな顔になるわってなるなった。話し合いに応じたルートは?本編のルートでようやく話し合いなので。自分が舞台装置であることを自覚した瞬間、むしろよく精神崩壊しなかったな。自分のスタンス貫いたらみんな死ぬよって宣言された瞬間だもんね。ミカサ型の男とくっつく?ミカサはちゃんと結婚するよって教えてやりたい。隣にいる女、ヒルドラ見るの超楽しいしか考えてねえ。立てよライナー必要に駆られて地ならししてるんだろうと思ってたら最後にやりたかったんだどうしてもって独白しててやっぱこいつ怖いと思った。ミカサを襲ってた強盗を殺してグリシャにドン引きされてたのは素だからな。サシャ死ぬのかよ。遺言空間でジャンと泣きながら殴り合っていてほしい。あんまりジャンの心労を増やすな。ジャンとライナーはいくら苦しめてもいい。まあ一番苦しんでいたのが主人公だったんだけどなぐへへへへ。誰か他のやり方を教えてくださいよ、誰か。ジャンの拳をジェネリック医療品にしようとするな。すまない。許さないでくれ。もういいって。俺は本当にどうしようもない。俺は本当にどうしようもない。巨人関係ないとこで死んでるもんな。作中で過去と未来が同時に存在するって言ってたし描写されてないだけであらゆるルートを模索してより良い未来がないかあがき続けたんじゃないかな。実際未来側はどこまで見えるんだろうな。エレンが生存してれば間違いなく送ってくるイコール見えるんだろうけど巨人消えなかった F でその先の進撃持ちが見る光景までも座標からなら見えるのか。ああそうか巨人か解決しないと寿命で先に死ぬのかエレン、終わってる。だからもういいって。ミカサが子供を産んでいたのはショックだったよ。アギトも食っちゃっていいのか?ってところでガビファルコの声に立ち上がるライナー見てどう思ったんだろう。かっこいいなこいつ、俺本当に悪役だな。いっぱい殺して精神的に参ってるのも確かだけどがっかりした外の世界全部ぶっ壊していもまた本心だからな。それで島の外のガキを見捨てられましたか?この半端なクソ野郎がよ。ごめん、ごめん。サシャを殺したガキ。エレンがルート通り進んでも戦争で滅んでよくわからん寄生虫だけ生き残る。自由を奪われるくらいなら相手から自由を奪うは誰にも教わらずにエレンの中から湧き上がったものだから、どこから来たんだこの頭進撃因子は本当にグリシャの子か?あの景色に欠けてたんだろうけど実際は虐殺中に見た幻覚みたいなもんなのひどいな。ここでマルコほっとくとすごいターニングポイントになるんだな。実際ここまでやらないと同じ過ち繰り返すだけだったよね。パラディ島の裏は寄生虫の卵でいっぱいだ。自由が微塵もなかったけど大事な仲間たちに自由を届けられたからよかったのかな。それで本音は?って聞かれた結果があの無様な慟哭なのいいよね。ぶっちゃけエレンの本質はスクールカースト世界が一番わかりやすい割と普通の子だよ。環境が悪すぎる、ジークも平和なただのいい兄貴っぽいのは辛い。どうしてあれから巨人無関係で強盗殺しなんてするようになっちゃったんだ。なんでと問われたらミカサを助けるためでは?エレンが暴挙に出るのはいつだって誰かのためだし。スクールカーストエレンなら無謀なことしないで誰かに助けを求めに行きそうじゃない?多分そっちでも同じ条件ならやらかすんじゃねえかな。自分以外に最速で助けに行ける見込みないから無茶やってるんだし。そうだったら普通の子じゃなさすぎる。
まあここら辺は価値観の違いなんだろうけど、追い詰められると普通の人だって振り切れるのはよくあると思うよ。毎日退屈だな。そうだ、俺が世界の危機を作ればいいんだ。からのカルト集団に拉致されて日常の大切さを知った。疲れてるんだよエレン。巨人科学とミカサの血族の解説まだかな。アズマビトって話ではなく身体能力の方。カズの論理持ち出して島とそれ以外なら島が滅ぶべきではとか考えるくらいには迷っていた。でもその結末は納得できなかった。完結して随分経った今やっと本編が一番マシなルートだと思える。でけえ害虫の本能みたいなとこもあったのかな。地ならし欲求どうなんだろう。むしろ害虫の目的が繁栄なら潜在的な寄生先を減らす地ならしはあまり得策には思えないけど、目の前の邪魔なものなくなったらスカッとするから。神のみ形式の未来史だからルート固定だし抗いようもないのがほんとひどい。毎日退屈だな。そうだ、俺が世界の危機を作ればいいんだ。からのカルト集団に拉致されてサウナの大切さを知った。女ってわかんねえ。銀行の口座がバグみたいな数字になった諫山先生も数パーセント派こんな気持ちだったのかもしれない。壁の中でグリシャの子として生まれたのが不幸。壁の外かグリシャ以外のとこに生まれてれば普通の人生だったろうに。壁の外でもエルディア人として生まれた時点で迫害されるからちょっと。スクールカースト編はユミルもジュニクユミルもいるのが混乱する。進撃全巻読んだ後の顔。二部始まった時の顔。進撃の巨人、で変なポーズしたのも俺のせい？過去未来をある程度誘導できるせいで何が因果の始まりかわからなくなってるという。よく言われるがユミルの民の扱いはまああれがマシな方だからな。ガリヤマ先生漫画家引退宣言出しちゃったのはちょっともったいないよ。新作をこれと同じ熱量で仕上げないといけないとしたら絞りかすくらいしか出てこなそうだし、まあいいかな。本当に他に選択肢がなかったのかどうかは難しい話だが、最終的な選択理由はやりたかったからである。そんなの納得できるわけないが俺のやったことなので納得してしまう。エレンも読者もユミルわかんねえってなるのに理解できたっぽい。ミカサすごい。ヒロインだしちゃんと女の子だけどネジは飛んでるからエレンとお似合いすぎる。座標は取らないとだし、それには父親を使わないといけないし、政権取るのに内乱も必要だし、で改善案が見当たらない。母さんを食い殺した巨人を駆逐するためには母さんを見殺しにしないとルート通らない。自由かっこ嘘。自由だかっこ不穏な BGM。 一番マシなルート通った進撃がその未来に固定するような能力っぽいしな。まああれが始祖の力を狙ってるから、島を見捨てても巨人問題は終わらず、別の誰かが地ならしを起こすかもという。